皆さんどうも、マキューです。今回ね、五等分の花嫁コラボイベントを進める前にね、絶対に知ってほしい超大事なね、注意点を解説していきたいかと思います。今回のイベントね、結局ウルトラ Z ランクのキャラがね、まあ、いるというかね、作ることができまして、めちゃくちゃね、大事なんですよ、ここが。ピアスというね、アイテムをステージ1をクリアすることに手に入りまして、このピアスってアイテムと、トルゼのさ、5体のキャラの好きなキャラをね、一体だけ混ぜて、それでね、ウルトラ Z のキャラを作ることができるんですよ。で、ここでね、マジで注意なのが、すぐね、トルゼが当たったからといって、例えばさ、一体当たって、もうこのキャラがウルトラ Z だってね、したくなって、すぐしてしまうとね、もうマジで Y ポイント何十万、人によってはね、10万、20万ね、ガチャの飛球によっては損する可能性があるんですよ。で、合成するとさ、例えば、まあ、ミックをね、合成したとして、合成するとさ、トルゼのミックが消えるんですよ。ウルトラ Z のミックになるとしてね。それでさ、トルゼのミックをね、またがしか引き直さないといけなくて、それで引き運が悪かったら10万、20万使うじゃないですか。0.2% ってことでね。それをね、回避するやり方がありまして、今回ね、ミッションで、自分がね、当てたキャラは、イベントミッションにその後追加されるんですよ。例えばこんな感じかな。ミックを、封印ステージとかね、クリアすると、ガシャミッションっていうか、イベントミッションか。で、ゲットすることができまして、これをね、絶対にやってから合成してほしいんですよ。これをね、先に、クリアしてからね、まあ、自分が合成するウルトラデッドを決めたキャラのミッションかな、キャラの。それをね、先にやることによって、合成した後にこれを受け取れて、ガシャの引き直しがね、このミッションで補えるので、ガシャでね、手に入れる必要がなくなるんですよ。なので、自分がね、決めたね、トルゼのキャラをウルトラデッドにするキャラかな。そのキャラは絶対にミッションをね、先にやってから合成してください。浮かれてね、ガシャで、やったぜってなって、すぐね、合成するとマジで損します。これマジで深夜ね、やった人がね、超損したね、例なんですよ。なので、絶対にね、合成するキャラを決めてからガシャを引いて、そのね、合成したいキャラが出たら、一旦ね、イベントを進めて、このミッションをクリアしてから、ウルトラ Z に合成して、やってね、これを受け取った方がいいんですよ。マジでここを注意してほしい。うん、ちょっとね、うまくはね、あんま説明できないんだけど、ある程度ね、これで理解できたかなと。なので、絶対にね、ミッションをね、やってから、そのね、合成するキャラをね、してよっていうことなんですよ。これをしないとね、ガシャでね、0.2% のキャラをね、引き直しに行かないといけないんですよ。自分もね、実際それをやってしまったんで、まあ、自分の場合はね、そこまで大きな被害はなかったけど、これマジで人によってね、超損してる人がね、続出してるんで、マジでこれだけは気をつけてほしい。なのでね、ウルトラ Z をね、合成で作るときは、先にね、その合成するキャラのミッションを絶対終わらせてからね、合成していただければいいかと思います。はい、ということでね、今回の動画になります。参考になったよって人はね、良ければ、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。